はい、こんにちは。今回はね、ゆかお一人でございましょう。ね。布袋様でございますね。いやー、私、以前行った時にね、そこのさ、お坊さんが、あることのお店にいたんですよ。で、ちょくちょくこう、まあ、買いに来るってこともあるし、見に来ることもあってさ、で、ちょくちょく来てたんですね。で、よく似てたの、なんのっていうのは、あれ、動く布袋様かなと思った。失礼よ、とか言われて、よう、はたずむ人が言ったんですよ。失礼よ、とか言われてさ、いや、でも、思ったこと言ってしまうからさ、みたいなさ。でも、相手の人は別にニコニコしてさ、誰が布袋様じゃ、みたいな感じで突っ込んでくれたからね、ありがたかったですけどね、よく似てたんですね。で、まあ、この顔とかね、ほら、ドアップしますと、こういうお顔になって、いい顔してるでしょ。ね、まあ多少ちょっとこう頭がピカピカになっておりますけども、ピカピカのようにこうちょっとこう申し訳ないですけど、ちょっとここがおはげになってございますのでね、よりツルピカになってるでございますよ、ね、感じになっておりますけども、これはもう50年以上、下手したら100年以上前の大正時代って言ってましたからね、前のものの話だと大正時代のものですから、まあそこはご了承くださいということで、ね、だとこういうところとかね、あとはこのお腹ね、この人ちょっとメタボ体型なんですよ。ですからお腹がすごいぷくぷくしてるんですね。で、こういうふうに手に持ってるところとか、こういうとこ、術のところとかね、見事によくできてるんですね。で、これなんだと思います？これ金粉なんですね。金粉ってのはね、なかなかな、私も本物っていうのは初めて拝見したんですが、金粉が入ってたとはちょっと思わなかったんだね。わあ、すごいものが入ってるんだと思って、びっくりしたんだね。だから、なるほどなと思ったんだよ。要するにその戦時中とかさ、ね、戦争の頃って言ったら大正とか明治、大正、昭和じゃん。で、そういう時って言ったらさ、ね、世界に向けて戦争するんだなって愚かな考え方して戦争したでしょ。で、そんでほら、第一次世界大戦、第二次世界大戦になってった。で、その時にこういう金粉なものがね、あったりすると、ね、こういう大仏様とか、こういう布袋様とか、こういったものを持ってってね、で、これは軍のための使うんだとか、なんだかだって言い訳をしてね、で、これを溶かして、もう金を、まあ、別のものに使うわけですよね。で、それを兵器だとか、まあ、そういうふうに戦車だとかね、銃器とか、まあ、そういったものにこう使われていったらいいし、あるいは金にして金の延べ棒みたいに使うのこともあるのかもしれないね。でもそれを考えたらすごいよね。あの戦争ってすごい悲惨な時代だって、すごい厳しい時代だったから、そういう中でやっぱりどこかの前をお坊さんが持ってったって言ってたんだよね。だからそのお坊さんがこうあれなんだね、これだけはね、渡してはいけないっつって、多分戦争という時に軍がね、やってきて、ね、この仏様、布袋様は立派なもんだから、これを国に寄付しろっつって勝手に持ってかれそうになったと思うんだよ。でもそれをいや、これはね、持っていくものじゃないっつって、だからこう隠したんでしょうね。いや、非常に立派ですよ。そういうふうにしてね、この布袋様がこういろんな人の手を渡ってきてね、100年以上経ってさ、現代にあるわけだからね。もしこの布袋様が戦争時ですよね、明治、大正、昭和の時にね、戦争に使われてたらね、もっと悲惨だったかもしれない。だけどそれを、そういったものから逃れてきたっていうね、もう奇跡ですよね。こういったのが、だってここでだって金粉とかってさ、まあ多少はこうやってね、まあ長い年月経ってるんで、木の部分とかこう剥がれたりしてるんですけど、まあこの布袋さんが実際にこうやっていろんな人の手に渡って生き延びてきたっていうのはね、やっぱすごいと思うんですよね。で、まあこの大きさなんでちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと重たいんですね。だからこの人重たいんで、まあ11キロ、10キロ以上あるのかな。だ、まあ黒猫では、まあ、遅れるとは思うんだけども、まあ10キロちょっとぐらいかな。だから黒猫便になるかなと思います。で、まあできれば取りに来られる方ですね。まあ大きいものなんで、
で大きいものだし、それなりにちょっと重たいものでもあるので、まあ、できれば取りに来られる方に、まあ、来ていただけるといいかなっていうものですね。まあ非常にこれは貴重ですし、あのなかなかいい代物だと思いますよ。だからこうやってある意味ね、いろんな人のところを通っていきながら、その人その人のね、オーナーのところをこう守ってきてくださったんだろうね。いろんな人のところをこう守ってきてくださったっていうね、ありがたい布袋様なんですよ。でこの人はね、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、この後ろですね、こうやって切り抜いたんですね。これ白木の匂いがするんですね。すごいですよね。50年経っても100年経っても白木の匂いがしますみたいなね。すごいこう白木の強い香りがこうファーッと広がってね、もう手を合わせたくなるぐらいのね、あの匂いなんですね。でもうこの人の体からもう白木の香りとかこう全体的にこう、まあ、流れてくるという感じでね、非常にありがたい。で実際こういうこの布袋そばって実際にいた人なんですね。あの日本でいうと紀元前なのかな、紀元前の57年間ぐらいか、そこの時に中国にいたんですよ、実際に。でこの人は非常にその悩んでる人たちを救ってあげることをしていたお坊さんだったりとか、あとは近所の子供たちなんかにもね、非常に優しかったらしいんですね。だから近所の子供たちが遊びに来ると、まあ一緒に遊んであげたりとか、そういうこともしていたみたいですね。まあどっちかというとその江戸時代の良寛さんに近いような、まあ、そんな感じの方だったみたいですね。でこの人はいつも後ろにですね、まあ福の神でございますから、この人ね、で福を呼んでくれるんですね。でよいしょ、こういうふうにですね、後ろの方にこの袋がございまして、袋をこう積んでるんですね。はい、ですからね、まあ私なりに国家会社系考え方ですけどね、例えば中にはね、この宗教だけがいいんだっていう人もいるだろうけど、私は考えればそれはねあんまりかなと思うんだよね。要するにいざね、地震だとか災害とかやってきた時にさ、もしね自分が信仰してる宗派以外の人が、お坊さんが来て命がなくなる寸前のところを、餓死する寸前のところを助けてくださった人がいるかもしれない。でそういう人に対して、あなたは多宗教の人間だからなんて言ったら怒られますよね、だからそういったね悲しい考え方は良してほしいなと思うわけですよ。だからこれがもしね、前にいた骨董のお店だったら、やっぱりその前にいた骨董のお店ってのはね、これだけの宗教がっていうことを考え方しててね、随分とちょっと残念なところがあったんですよね。だからね、布袋様は布袋様でほら、まあ、別の宗教っていうかねになるのかな。でそうすると、ただ別の宗教だからっていう、それだけの理由だけで、まあ前のねところ前の骨董のお店だったらもう壊されてたかもしれないよね。だから俺はこの布袋様がそこに行かなくてよかったと思ってるんですよ。そこの前のね骨董のところに行ってたらね、どうなってたか分かんないもんだって。あんだけね、だから私は非常に腹立ったわけですよ、同時に。この何新人こそがいいんだって、別にそれはいいとしても、それを無理やり人に勧めてね、でしかもそのね、そういう偶像もみんなあれだから撤去しなきゃいけないなんて失礼だろうがって。だからそれはなんていうのかね、やっぱりその人たちのね魂ってのがあるんだから、それこそ戦時中とかさ、戦後とかね、そういった中で軍によってこれは撤収されますっていう風になった時に、それを何とかして守り抜いた人たちがいたわけですよ。あるいは軍の人たちの中でもね、まあ多めに見てくれるような人もいて、まあこういう事情があるのか、じゃあこれは守っていかなきゃいけないなっつって、だからそういう人の気持ちを考えてほしいんだよね。あの社長はそういうことを考えられないような人だから、はっきり言ってね。だからムカッとくるんだよ。そんでいて偉そうにね、人に対してはね、ああだこうだとね言うわけだから、もうね、まあ考えた時のムカムカしてくるね、あれね。だから
まあ、そういうところどころに行かないだけでよかったなと思う。だからこの次この仏様が行くところだとしてもね、まあそういうさね、何これだけはっていうところじゃなくてさ、もうそれこそ成長の意味だに、どんなね宗教の人が来ようが、どんな人たちが来ようが、わけ隔てなくね来てくださいっていう風な、それこそおもてなしができるような人、そういうところに移っていってほしいなと思う。それこそ日本国内だけじゃなくて、まあ、海外とかね、まあ、そういった人たちにもこうなってくると非常にいいかなと思うんですよ。ただまあこれだけの大きさになってきますので、まあ、海外に持っていくとなると、まあ、その分だけよりね送料だとかもすごいかかってしまうかもしれない。まあ、あるいはこのまま持ってって飛行機の検査で通るかどうかっていうのはちょっとそれは分かんないけど、でもまあ何としてでもね、その海外に流れてって海外にこれが日本の布袋様ですって置いとくというのもね、それもそれでいいかもしれないですよね。まあ、なかなかこれはこれでね、立派なものでございます。いいお顔もしておりますしね。はい。まあ、なかなかね、いいなというふうに、思いますけどね。まあ、どうぞね、まあ、これが、杉の木、日本のね、杉で。で、こう、色をこう塗ってね、こうやってお仏様ね。だから、この布袋様を作った時は、やっぱりその、お経をあげて多分作られたんじゃないかなと思う。要するに、この、魂がね、この布袋様のところにこうスーッと入ってきて、でこれでいろんな人たちを守ってくださいっていうね、うん、そういう風にして作られたものじゃないかなって思います。だから長年の間ね、どこのお寺のお坊さんかは分かんないけど、まあ、そこのところにずっといたんでしょうね。それで戦前とかの時代をね生き延びてきたわけだから素晴らしいなと思います。ぜひそういう素晴らしいものを受け継いでいってほしいなと思いますね。どうもありがとうございました。